皆さんこんにちは、こじこじです。今回は前回紹介しました PC ネットのジャンク袋から出てきました、こちら GE のデジタルカメラ J1250、 動くのか動かないのか動作確認していきたいと思います。こちらがそのジャンクのデジタルカメラなんですけども、パッケージももうこんな感じになっていまして、この辺とかテープも汚いので、まあ売れないから入れたのは見ただけでわかります。じゃあ中身開けていきます。一体どんな状況でしょうか。じゃん、あ、なんかまあわりかし普通かも。はい、あ、意外に普通かもしれないぞ。カメラ本体もプラスチックのケースで覆われていまして、そんなひどいジャンク感はありません。まあ中古といや中古の感じがするんですけども、ジャンク感はないですね。少なくともデジカメ以外の付属品はこんな感じ。充電器と充電池、 AC ケーブル、デジカメからテレビに出力するケーブル、あと説明書 CD の類もしっかりとついていました。それでは充電を行っていきます。しっかり充電できるんでしょうか。 LED の点灯が赤から緑に変わり、しっかり充電できたようです。カメラにデータ消去済みというねシールが貼ってあるので、とりあえずいらないので剥がします。あ、フラッシュもついてるんですね。電池を、はい、入れていきます。これは動くのかな。動くとすごく嬉しいというか、まあ、あの外れじゃないだけね、ちょっと心が楽になるといった感じです。それでは電源オン。お、来た、音も鳴った。あ、これ映ってる映ってる。カメラでカメラのライブビュー的なのを撮るのは変な気分なんですけども、はい、しっかり画面映っています。液晶の抜けとか欠けとかもないようです。フォーカスもしっかり合わせられるようです。あ、これちゃんと動くやつじゃないですかね。写真撮れるかな。このまま撮ってみようかな。あ、フラッシュもついたし、ちゃんと撮れる。こいつ動くぞ。ただ個人的にすごく気になった部分、このレンズの部分ですね。この状態だとあまり分かりづらいと思うので、青色の LED で照らすんですけども、すごい汚れてるんですよね。これで分かるかな。ちょっとカメラの画面越しだと分かんないんですけども、すっごく汚れています。それではカメラのレンズ部分ちょっと綺麗にしていきます。カメラレンズ用のクリーナー、こちらを使うことでね、ホコリとかつきにくくなるそうなんですけども、こちらをねちょっと綿棒に吹きかけまして、の染み込ませて、ちょっとなんだな、染み込ませて、はい、レンズ部分を拭いていきます。レンズ部分綺麗にできましたら、マイクロファイバーのタオルでねちょっと拭いていきます。軽く、本当に押さえつけない程度で拭いていきます。レンズが綺麗に乾きましたら、レンズペン、はい、こちらを使ってホコリを落としていきます。はい、最後にこちら、はい、全てのホコリを飛ばして完了です。あと汚いのでウェットティッシュで拭いておきました。どんな写真が撮れるのか、ちょっとね適当に写真撮っていきたいと思います。手元にあったレンズクリーナーを撮影してみました。スマートフォンよりかはマシな撮影ができそうな感じはします。ということで、今回は前回紹介した PC ネットのジャンク袋から出てきたデジタルカメラ、動作確認してきました。正直ね、壊れてるんだろうなと思って動作確認したんですけども、このデジタルカメラ無事に動きました。こういうレンズがね伸びてくる系って、落としちゃったりするとレンズがね出てこなくなったり壊れたりすることがあるんですけども、こいつなぜかね動きました。で、普通に写真も撮れました。ただ今更このクオリティのデジカメがあって何をしようかなってことですよね。今 iPhone5S以降ならフル HD のね動画撮れたり、綺麗な写真結構撮れたりすると思うんですよ。なので、このクオリティのデジカメを今もらっても、まあ、あんまり使い道はないんですけども、まあ動かないより動いた方が全然嬉しいので、まあ動いて嬉しい、確かに嬉しくはあります。
うん、まあ嬉しいんですけども使い道がない、ちょっと腑に落ちない感じです。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が面白いと思った方、こちらとこちらに関連動画があります。また僕に興味を持ってくださった方、上にチャンネル登録ボタンがあります。またツイッターとかもやっています。チャンネル登録、フォロー、リツイートしていただけるとモチベーションが上がります。